ザ・カンベントは1728年からジブラルタル総督皇帝になっている建物。ジブラルタル総督府にあたる。元は1531年に建てられたフランシスコ会の女子修道院であり、現在の名もそれに由来する。ザ・カンベントの食堂はイギリス連邦で最大規模の文章学的資料である。1909年の絵はがきスペインのカルロス一世の時代。 ジブラルタルにフランシスコ会の拓発修道士たちが入ってきた。彼らはジブラルタルの貧民たちが住む当時ラターバと呼ばれた地域の小さな一角を与えられた。1531年には教会と総員が建てられた。入り口は現在のガバナーズレインにあたる裏側にあった。敷地は現在のジョン・マッキントッシュホールがある一帯まで広がっていた。 カール大公の名の元エーラン艦隊により、ジブラルタルが占領された後、スペイン人の住人たちは立ち直いたが、フランシスコ海の僧たちは少なくとも数年間は、ジブラルタルに残っていた。修道院は、後1728年に、イギリスの総督の住居として接収され、現在に至っている。18世紀から19世紀にかけて、建物は大規模に改修され、 ビクトリア様式の要素を含んだジョージアン様式になった。ザ・カンベントの庭には、エドワード7世、ドイツ皇帝ビルヘルム2世、日本の昭和天皇、エリザベス2世が植樹した木々がある。ザ・カンベントは、メインストリートの南端に面している。ジブラルタル連隊が週に2の3回、メインエントランスで衛兵の交代を行っている。また年に2から3回、ザ・カンベントの外で、 英平交代式が行われる。ザ・カンベントに隣接した守備隊の教会は元のフランシスコ会の建物群の一つであり、ビクトリア女王の治世にクイーンズ教会と改名されたが、エリザベス2世はそれを元の名に戻させた。礼拝堂の中にはいくつかのイギリスの連帯機のもとに1648年のスペイン人総督の妻とイギリス人総督チャールズ・オハラの妻、 コリン・キャンベルの妻の亡骸が葬られている。ザ・カンベントは灰色の婦人と呼ばれる修道所の幽霊が出没すると噂されている。とある客間の外の通路を歩き回るという彼女はそこを自分の部屋だと思っているそうだ。というのも彼女はそこの壁に生きたまま塗り込められたからだ。灰色の婦人の話には様々なバリエーションがあるが、 最も広くる不しているものはこうだ。彼女は裕福なスペイン人一家の娘だったが、父親の意に沿わぬ結婚をした。父親はそれを知ると、メインストリートのサンタクラーラ女子修道院に彼女を入れ、彼女は女子修道院長の目の前で修道所にさせられた。しかし彼女の恋人はめげなかった。彼はフランシスコ修道会に入り、この修道院に住み着いた。 二人は、キングス教会の残悔室で落ち合い、駆け落ちの計画を練ったそうだ。そして計画の日の夜、彼らを待つボートがある港へ二人は向かって行った。しかし警報を鳴らされてしまい、追い立てられるうちに男は水に落ちて溺れ死んでしまった。一方彼女は、修道所の誓いを破った角で引っ立てられ、罰としてザ・カンベントのある一室の壁に行きたまま、塗り込められたのであった。 ありがとうございます。